コメントでどのトレーニングがいいかわからない、まあ、僕自身でも結構いろんなトレーニング出してるし、他のチャンネルと合わせるとかなりの量のトレーニングがあります。でもどれも違うんですよね、味があるというか。実際そのまあ最も見られてるってことは人気のあるトレーニングだと思うので、僕みたいな立場からで本当におこがましいんですけど、実際に僕もやってみてでどうなのか。短時間トレーニングっていうのは結構初期から出しているので、他の方のトレーニングやることってなかなかないので、ちょっとこれを機に自分が実際やってみて、見てる視聴者の方にも分かりやすくスコアをつけながら実証レビューをやっていきたいと思います。はい、あの4つの項目ですね、難易度、そして楽しさ、分かりやすさ、そして効果。効果ってまあ一回やっただけだと分かんないんですけど、やってみるとどのように胸に効いていって、どの範囲まで効いているのか、そしてこれを続けることによって、あ、すごい効果ありそうだなっていう感覚は分かるんで、この辺含めてちょっとレビューしていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。それでは一発目、中山きんに君からザ筋肉TV、 このトレーニングをやっていきたいと思います。ちょっと個人的な話になるんですけど、実は中山きんに君さんとお呼びしようかな、中山きんに君くん、違うな、中山きんに君さん、中山きんに君さんは今から考えると20年ぐらい前かな、あの僕一度ねお見かけしたことがあるんです。大阪にあるテレビ局で仕事があったんですね。でその時に、そのテレビ局から出る時に中山きんに君さんが出勤かなんかだったと思うんですけど、その時にお会いしたというか、まあお見かけしたんですけど、すごいでかいなっていう印象がありました。はい、それぐらいでしかないんですけど、もうあの YouTube も始める前、筋トレも始める前にあの一度見たっていう話です。ごめんなさい。はい、というわけでトレーニングがちょっと始まっちゃってるんですけど、でこちらのチャンネルで紹介されてるトレーニングを実際やってみて、あの思ったのは、テレビ番組を見ながらやってるような感覚になりました。不思議と。これはあのまあやっぱりね、あのタレントさんというねバックグラウンドがあるので、一つ一つの表現もそうですし、動画構成もすごい分かりやすくて、初心者向けに作られた動画だと思うんですけど、楽しさがねすごいありました。本当にあのトレーニング、筋トレをやったことない方がフォローするにはもうダントツであの分かりやすかったなってあの思いました。それではもう早速なんですけど、各項目のスコアを、つけていきたいと思います。このトレーニング難易度は 8.5、 はい、これ10点満点中。中山きんに君さんと同じようにやったら、特にトレーニングされていない初心者の方がいると多分ついていけないと思うんで、それこそ序盤で説明があったんですけど、彼の動画で膝をついてやるようなやり方とか、でも同じように全く同じフォームで全く同じようにやった場合は 8.5 はあの確実にあると思います。実際これをあの指導している中山きんに君さんも腕がかなりプルプルしていたので、倒れんじゃないかなと思いながらあの見てました。はい、トレーニング経験があればそれなりにこなすことはできるんですけど、動画の構成とかすごい優しい感じなのに内容が全然優しくないってあのちょっと思っちゃいました。あのそれぐらいあの結構しんどかったっていうことですね。メインのトレーニング始まる前に全てのやり方をね紹介してくれてるんですけど、分かりやすさはねこれダントツでしたね。スコア10ですね。分かりやすさはすごい良かったですね。実際このトレーニングをやってみた、感想としては、腕立て伏せベースで鍛える大胸筋トレーニングっていうのは腕の方が先に疲れます。はい、特にトレーニング経験の少ない方だったら腕が疲れちゃってできないってことの方が多いと思うんですけど、やり終わった時のこの胸の張りとか、あの全体的にそのバランス、胸にも、いくつかの筋肉がこう分かれてるんですけど、そのバランスを考えると効果として7点ぐらいなのかなっていうイメージでした。そして最後に楽しさにおいては9点です。テレビ番組を見ながらやってるような感覚があって、結構ね親しみがある構成なので、違和感なく結構いろんな方に、たくさんの方に見て楽しんでもらえる動画じゃないかなって思いました。事前に説明があることによって、どのようにトレーニングをするかっていうことも踏まえ、動画の構成も音楽も全体的な雰囲気、ユーモアを加えて楽しさはかなり高いと思ったので9点です。いや非常にねトレーニング楽しくて、このトレーニングはもっとたくさんの方に見られるべきトレーニングじゃないかなと思いました。アクトレブログチャンネルからアクトレ君、あのちょっと個人名分からへんけど、ちなみにこれはあの台本とかなく適当に喋るので、あの変なこと言ったらごめんなさい。はい、というわけでこの動画
2021年の1月に公開されているので、比較的に新しい動画ですね。でタイトルにもあの時刻とあの書いているように、これまあ全てやるとあのその地獄という言葉を使う意味が分かりました。かなりきつかったです。ちなみに今これかかってる曲が多分ねこれテニックスでかかってる曲だと思うんですよね、クリス・ヘリアというアメリカのカルステニックスやっているあの最もその分野では最も有名な YouTuber がいてるんですけど、彼が音楽をね作れるんですよね。確かこれ彼が作った音楽じゃないかな。この曲をね僕もあの昔使ったことがあるんですけど、多分その曲だと思います。その曲でもちょっとねおとなしい感じのバージョンですね。ひょっとしたら誰かがリミックスしてるのかな。はい、そんなこと思いながら、基本的には同じ動き同じセットを2回繰り返すことによって、5分のトレーニングというあの構成になってます。というわけで早速なんですけど、あのレビューを行っていきたいと思います。まず難易度、これに関して、この動画はこの動画自体で初心者向けとか中級者向けっていうことは言ってないんですよね。このような動画だと内容的に、まあ、サムネイルも見て分かるように初心者向けだと思うんですよ。だとしたら難易度は9、10点満点中の9はあると思います。はい、これが中級者になってくると7.5ぐらいに下がるのかなというイメージです。次に楽しさ、これにおいては6.5ですね、僕の中で。曲良かったんですけど、曲が結構ねおとなしい感じで、もう少しこう上げ上げの感じでも良かったんじゃないかなっていう。内容が結構しんどいんで、どっちかっていうとアップテンポでこうちょっとこうなんか乗せられるような曲の方が最後まで5分やりきれるような気がしました、やっていて。そしてこれ分かりやすさ、このスコアにおいて10スコアです。非常に分かりやすかったです。あのシンプルなんですけど、トレーニングごとにあの毎回カウントが入るので、どのタイミングで休憩が入りトレーニングが始まるのかっていうのがすごい分かりやすかったのと、まあ、トレーニング最中ってあんまり動画をずっと見てられないと思うんですけど、その音があることと、さらに、次のトレーニングの案内が動画内でされているので、次のそのトレーニングが少し動画を見るだけでこう分かるから、その分かりやすさっていう意味ですっごい良かったですね。そして効果について、これは初心者っていうところにおいて考えても、8.5 です。はい、めちゃくちゃいいトレーニングだったんですけど、種目が結構限られていて、それを2回5分内にするっていうことだったんで、もう少しバリエーションが入ることでさらに胸の広範囲に効かせれるんじゃないかなっていうところで 1.5 ポイント余らした結果の 8.5 でしたね。ただトレーニングかなりきついんで、これやりきれたらすっごい効果あると思います。やり終わった時にすっごいね胸に効いてるなっていうのが分かりました。はい、胸パンパンになったのでめちゃくちゃいいトレーニングでした。今こうやって動画を見ながらナレーション入れてるんですけど、喋りながらねこうやってることを思い出したら 0.5 上げて難易度 9.5 にしようかなすいません、結構僕必死でした。これやるのもう頼むから終わってくれと思いながら、こうやって見てると結構普通にやってる風に見えてると思うんですけど、わりかし必死です。はい、まあ、胸もきてますし腕もパンパンですし、ほらこんな感じで揉まないと、もう疲れ溜まってる感じで、タイトル通りでこれを10日間もし毎日やったとしたら、まあ、間違いなく筋肉痛になっちゃうんで10日連続では無理だと思うんですけど、間置いて、まあ、もし10日間やったとしたら、まあ、相当胸は変わっていくと思います。10日間でも確実に腫れ上がります。はい、パンプもありますし、ただまあ10日で終わってしまったら元も子もないので、しっかり継続してやってください。ぜひとも、これから紹介する動画すべて概要欄にリンク載せてるので、このアクトレクのトレーニングもしっかり皆さん見てみてください。それでは次にカリスライフ自重トレチャンネルからカリスライフさんを紹介したいと思います。ちょっと名前がまた分かんないんで、カリスライフさんと呼ばせていただきます。今回のトレーニングもかなり初心者向け、まあ
初級編って書いているように、かなりビギナー向けに作られたトレーニングだと思います。この動画が公開されたのが2019年12月29日を年末に上げたんですね。もうすぐね2年というところですね。あまり最近新しい動画は上がっていなかったと思うんですけど、これはかなり見られている大胸筋のトレーニングの一つです。今回のこのトレーニングにおいて内容が非常にシンプルなのですぐに覚えれると思います。音と音楽のある筋トレって感じで、筋トレに集中できるから、こう下手に次何の動きかな、どういう動きかなってあんまり気にしなくても 1,2 回やれば本当にすぐに覚えれるので、すごくいい内容のトレーニングでした。今回このトレーニングを通じていいなと思ったところに関しては、音とこの内容がすごいマッチしてる。トレーニングのテンポ自体もそこまで速くなくて、曲のテンポと動きが合ってて、すごくねそれがねいいと思いました。中にはトレーニングの動きに関わらず曲のテンポがもうハイテンポすぎるとか、その逆もよくあるんですけど、やはりかかってる音楽に対してのトレーニングってすごく大切なので、やっている側のテンポにもつながるので、今回その部分がすごくねやっていて気持ちよかったです。まず難易度に関してなんですけど、難易度は非常に低いと思います。このトレーニングは常に膝をついてやるトレーニングで、結構誰でもすぐ始めれるトレーニングだと思ったので、難易度は5。そして楽しさ、まあ、全体的な雰囲気、曲の雰囲気とかがすごいね、どれもマッチしていて、無駄なものが一切ないんですよ。お話の時間もなければ、本当にトレーニングをお見せするっていう感じで、それがねこう全体的な楽しさを含めて 7.5 ポイント。そして分かりやすさ、これは10ポイントですね。このトレーニングも音がしっかりあって、そして事前にどういうトレーニングがあるかっていうのが、まあ、伝えられているので、まあ、トレーニングの運びも分かるから分かりやすかったです。そして効果においては6ポイント。膝をねついてることが6ポイントという結果になったと思います。これ実際僕がやってみた素直な感想なんですけど、忖度なく評価してしまってるんですけど、膝をついてることによって手の向きを変えても、あまりこう胸の効かせる部分って実はそんなに変わらなくて、これ僕自身こうやっていて、ずっと中部にしか効いてなくて、上部にも下部にも入ってないような感じがしていて、やはり膝だけをついてやるトレーニングのちょっと限界を感じました。途中ね、上部だと言って、打ち立て伏せ、手をリバースにしてやるトレーニングを上部と書いてるんですけど、これはね、下部ですね。多分ちょっとこう書き間違えたのかなと思うんですけど、トータル的にこのトレーニングはビギナーの方にめっちゃおすすめです。これなら結構たくさんの方にできると思いますし、女性の方にでもやっていただけるんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。あ、いいね。ダン。それでは次、山沢弘明筋肉チャンネルから山沢さん、はい、いきましょう、はい、この気合の入った彼のこのキャラクターがすごく良くて、トレーニングする前からいい雰囲気作りをしてくれるところがすごく印象的でした。トレーニングの途中途中で山沢さんの掛け声が入るんですけど、なんかその雰囲気が本当にトレーナーがいてトレーニングしているような気分になったので、すごいね楽しくやれました。やはりこの腕立て伏せを使った大胸筋のトレーニングっていうのは、正直ねこのようにホテルに泊まっていてもできてしまうので、やっぱこういうところの利点はねすごく大きいです。そして大胸筋を鍛える目的ではやっているんですけど、腕を鍛えてることになるので、同時に特に上腕三頭筋、はい、この三頭筋を鍛えながらこの胸を鍛えれるっていうこのトレーニングにおいては、やはり僕個人的な話になるんですけど、長年やっているので、こういったトレーニングをやっぱやると、ジムに行ってる人でもジムに行けなくても、こういったバリエーションを設けながらいろんな角度から刺激を与えることができるので、ジムにしか行ってなくて自重経験がないと、ジムがないと体をキープできないっていう風になると思うんですけど、僕自身ジムに行ってトレーニングもしますけど、やっぱり自重の方の歴も長いですし、自重のトレーニングも普段やるので、ジムに行けない期間がね多少ずっとあっても全然やれてしまうっていうのは、やっぱり自重での知識があると相当強いなと今回皆さんのやらせてもらいながら感じました。それでは早速なんですけど、今回のこのトレーニング難易度、
5分間のトレーニングにしてはあんまりねしんどくなくて、今のところねこの動画を含めて4つのトレーニングをやってきてるんですけど、4つの中でも比較的に簡単で上級者向けな感じにはあんまりやっていて感じなかったです。どっちかって言ったら初心者向けな気がしました。なので難易度はあんまり高くないです。 5.5。 そして次に楽しさはね、先ほど何度も言ったんですけど、トレーナーと本当にトレーニングしてるような感じがして、なんかちょっと活力をもらいながらやってるような感覚で楽しかったので9ポイント。次に分かりやすさ、こちらのトレーニングも間々にカウントが入っていて、さらに次にどういうトレーニングがあるかっていうのも紹介してくれてるので非常に分かりやすかったです。10ポイント。このトレーニングの途中ね、腕を合わせてやるところがあったんですけど、ね、これすごい面白かったですね。これだけこう、まあ、やっぱやってると胸はパンプしてくるので、このパンプしてる状態で腕を合わせてやるっていうのがメニューに組まれてるっていうのは非常に面白いと思いました。そして最後に効果、これ正直に感じたのは上級者向けということで動画作られてると思います、はい、そういうふうに最初のお話にあったのでっていうふうに考えると4点です。これが初心者向けであれば7点ぐらいなのかなと思いました。これ上級者だとかなり余裕があるので、終わってからも全然いけてしまうみたいな感じがあったんで、めちゃ踊ってますね。なんかもうちょっとやりたかったなっていう感じが若干残って終わったような印象がありました。あれ見たことある動き、このトレーニングをやってた印象としては間の休憩がわりかしあって、今が一番多分長いんですよ。いいね、これが基準になってきましたね、この自動性が。結構体がね、体の体力が戻ってくるというか、動ける体に結構ね待ってる間になるんで、それに比べると他のトレーニング間に休憩が入っているものの結構短くて強度も高い状態で体の疲れが抜けきる前に次の動きに行くっていう感じで、わりかしねそこの違いが大きいのかもしれないですね。あれこれ言ってますけど、もう完全にこれ僕の意見でしかないので参考までに留めておいてください。まあ、僕自身は素人ではないので、ある程度、トレーニング経験がある中で、まあ、こういった短時間トレーニングっていうのをいろいろ考案してきたので、まあ、その中でやってみた感想です、あくまでも。そうこのトレーニングですね、ある程度筋肉が張ってきた状態で手を合わせてやる、これがわりかしにこのパンプを促進してくれるような感じがあって面白かったです。そしてこの休憩の後に30秒間の腕立て伏せ高速でやり続けるっていうのがあるんですけど、ここはねやっぱりしんどいです。このトレーニングかかわらず、他の動画のトレーニングにもそうで、だいたい胸の中部をベースとしたところで胸全体に効いてるっていうのがやっぱ多くて、この直接的に胸の下部とか胸の上部に刺激がいくようなトレーニングメニューっていうのはあまり多くなかったような印象ですね。まあ、この最後の追い込みっていうのは膝をつけているので負荷はねだいぶ足にかかっているので、体力のある人だったら全然最後まで持っていけるんじゃないかなと思います。最後にはなるんですけど、これはメトノンブログ自分で作った動画なんですけど、久しぶりに見ながらやっていて途中で気づいたことがありました。それは音が変わっているっていうことですね。コピーライトにね確かね結構前に何かで引っかかって、音変わっちゃってるんでカウンターの音とかもないんですよね。だから結構動画ガン見しとかへんと次どのトレーニング始まるかとか休憩が入るかとか分かんないっていう、トレーニングをやっていて気づいた点がいくつかありました。それはまずトレーニングの終わりにもテイクアブレイクって入ってるんですね。だからトレーニングまあ続くんかなと思ったら、あ、で終わりかいと思って、はい、そんなミスも知ることに今更気づきました。しかもさらに3分とか言いながら実際のトレーニングが2分半しかないっていうね、はい、そんなトラップもありますから皆さん気をつけてください。このトレーニングいろんなバリエーションを入れていて、本当にまあ、タイトルのように上部中部下部全てに効くように構成を組んでいます。まあ、このトレーニングは結構かなり考えて作ってるんですね。で自分が実際いろいろやっている中で組み合わせた最高のものを、この当時作ったものがこのトレーニングなんですけど、最後の最後まで追い込んでくれるっていう内容で言うと、たった2分半しかないんですけど、やっぱり効くんですよね、めちゃめちゃ。実はこのトレーニングのミソは足をずっと組んでるとこなんですよね。でこの足組みっていうのは実は結構負荷が
上半身にかかるんです。普通の腕立て伏せするよりも 1.5 倍しんどい状態で始まるんで、負荷が高い状態で常にやっているんで胸がどんどん辛くなっていきます。これまあやったことのある方、やり比べてもらえると分かると思います。足組むだけでも全然違うっていう。僕はもう自分の癖で足を組んでやるっていうのがあったんで、もうこれをトレーニングに組んでやってるんですけど、やっぱりね、久しぶりにこう最近足組んでなかったんですけど、足組んでやるとめっちゃきついなと思いました。というわけでレビューに行きます。で、今回のトレーニング、この内容に関して難易度、まあこれは初心者向けっていうことも、まあビギナー向けというところで言って7はありますね。難易度とダイヤモンドっていうね、手を合わせながらやる動き張ってるんですけど、結構しんどいです。はい、腕の力がないとなかなかついてこれなかったりするんで。そして楽しさ、これにおいてはまあこれ自分で作っちゃってるんで、ちょっと普通にね楽しくやっちゃってたんで8。これちょっとひいきだいぶ入ってるかもしれないです、ごめんなさい。久しぶりに見てやったんですけど、まあ、自分の動画見ながらやるとちょっと恥ずかしいところあるんですけど、バリエーションの豊富さと胸に入ってる、ね、刺激がね結構ね楽しかったんですよ。単純にトレーニングが分かりやすさ、これ3点です。はい、ギリギリ3点上げていいかなっていうぐらいですね。10点満点中の3点なんで相当低いですけど、分かりづらいです。非常に音変わってしまってるんでごめんなさい。効果、もう何回も言いますけど、僕自分で作ってるのと、まあ、かなり考えてやってるメニューではあるんで、久しぶりにやって感じたのは 9.5。 10点まではいかないんですけど、やっぱりこのトレーニングはいいなって思いました。胸の、全体にしっかり入るんですよね。本当に上部から中部、下部っていうのをこれやってもらえると分かると思うんですけど、本当にね全部に入って、で最終的に最後胸パンパンになって終わるんで、もうちょっと今組み替えたら10点に持っていける自信があるけど、まだまだ 9.5 くらいかなって感じですね。3分ないじゃないかっていう、はい。今回のこの動画は自分の独断と偏見でのレビューとなりますので、実際トレーニングされる方によっての感じ方は人それぞれ大きく違うと思います。いろいろなことを言いながらレビューさせてもらいましたが、これだけたくさんの方に見られる理由はやはり結局いいトレーニングを提供しているということですね。どのトレーニングにもしっかり特徴があって、やる方の目的によって使い分けるのが一番いいと思いましたが、今回紹介しました動画のリンクを全て概要欄に載せていますので、まだやったことないよっていう方はそのトレーニングぜひ見てみてください。今回の動画も含め実際視聴者の方の方がたくさんトレーニングされてると思うので、良ければ皆さんのこんなトレーニング良かったよとか、このトレーニングがこうだったみたいな意見があれば、ぜひトレーニングに関するコメントを残していてください。それではご視聴の方ありがとうございました。メリークリスマス。